肩こりはいません。ジャパニーズヨガの夏美です。肩が辛い、重いっていう時に肩とか揉んだり、叩いたりっていうことをしたくなりますよね。なんですが、肩こりは揉んでも解消しません。なぜかというと、肩こりの原因となっている部分にアプローチしないと、なかなか根本的な改善はできないですよね。肩を動かすために連携している骨は、鎖骨、肩甲骨、そして二の腕の骨になっています。これらの働きを高めるために、今日の動画では呼吸に合わせて背骨を使って、背骨から骨盤を整えたり、6つの簡単なポーズ、立っても座ってもできるような動きで10分間のメニューを組んでいます。ぜひ最後まで行うことで肩こり知らずの体を作っていきましょう。まずは両手を前に出して、右手が上になるようにクロスをした後に、そのまま自分の肩、またはその下あたりを掴んでいきます。これがしんどいという場合は、自分の腕同士をつかむ姿勢になってしまっても構いません。さあ、この状態で吸って、吐きながら背中を丸め、頭を下に向け、体を揺らします。この姿勢がどうしてもきつい場合は、立ち上がって同じように行ってもいいです。自分をぎゅっとハグしながら、肩甲骨から首、体の背面側に刺激を送り、ほぐします。揺れ方も好きな揺れ方でいいので、少し止まってみたり、前後に揺らしたりでもいいです。さあ、では、ゆっくり体を一度起こしていきましょう。今度は肘同士に手を持ち替えていきます。軽く背筋を伸ばしていきましょう。鼻から一旦吐きます。吸いながら、肘を少し持ち上げて、肩より上ぐらい。もっといけるという方はもう少し持ち上げてもいいですが、背中を心地よく反らすような動作です。では、吐きながら背中を丸くして、今度は肩の前に肘が来るから。おへそを見ていきましょうか。もう一つおへそを自分の内側にくーっと引き込めたら引き込みます。繰り返し、吸って体を反らし、肘を少し持ち上げ、見上げます。斜め上方向。吐いて、背中を丸く、おへそ見ます。自分のペースで繰り返しましょう。この背骨の動きと、手を組んでることで、肩甲骨のあたりの動きを引き出して、凝り固まりやすい肩や肩甲骨をほぐします。さあ、背中が丸くなったら、両手を外して、肩を一回し。では、続いて、右手を前の方に出して、手のひら、向こう側、指先を自分の方に向けて、この手首から腕のストレッチをしていきましょう。両手で行える場合は、両手にして、少し肘を曲げていいので、ぐーっと、指の方に向かって圧をかけていきます。肩が凝る場合、この手首周りや腕の使い方によって肩、背中が凝るという方もとても多いので、手首を柔らかくしていきましょう。さあ、
では、一旦手を解放していきます。次は右手を横について、吸って左手を上げ、吐きながら横に倒れる。たくさん倒れようとしなくてもいいので、今ちょうど体側が伸びて気持ちがいいと思う範囲にしましょう。ガチガチできつい場合は少し揺らします。さあ、今度そのまま手を斜め右方向。視線を床の方に落として背中丸くです。自然な呼吸で構いません。もう一度吸ってセンターに戻り、今度吐きながら腕をちょうど後ろ側に向かって伸ばし、その先に視線も送ってみましょう。吸って前、吐きながら右斜め前。吸ってセンター、吐いて左側。吸ってセンター、吐きながら手を解放して、今度左手一歩横。吸って右手高く、吐きながら真横。入れてもいいので体側伸ばし。縮こまりやすい体の脇、側面を伸ばすことで、肩周り、背中が楽になります。さあ続けますね。今度は手を左斜め前。背中が少し丸くなっているので、視線地面。吸ってセンター。吐きながら、今度は右斜め後ろ。吸って真ん中。もう一度吐いて、右斜め前。視線も下。吸ってセンター。吐きながら、後ろ方向に手を伸ばします。吸って真ん中。そして吐きながら手を下ろし、肩を一回ししましょう。足が辛くなっていたら座り直したり変えていいので、次は手をグーに握りしめて、このおへその横のあたりに作っていきます。そのまま前屈をして、当たって、骨が当たってきついなと思ったらずらしたり、押していって居心地が悪くないところを探します。そのまま前屈です。金剛座のポーズ。腸、お腹に優しい刺激を送り、内側から体を温めて、内臓から来る背中の張り、こわばりがあるので、それらを解消します。もぞもぞと動くようにしたり、このグーに握りしめている手を揺らしたりしていただいても構いません。では、次の吸う気が来たら、ゆっくり上体を起こし、両手グーに握りしめたまま、後頭部から首のあたりを叩いていきましょう。脳幹の刺激を行い、こわばっている筋肉、張りを整えます。では、解放しましょう。肩を回してリラックス。今日は肩こりを解消していく動きを紹介していきました。肩だけ揉んだりするのではなくて、全身、そして体のつながりを意識しながら動かしていくことが、肩こり知らずの体を作っていけます。これからも皆さんの役に立つ動画を配信していこうと思っているので、ぜひチャンネル登録、そして通知ボタンをタップしていただければ、動画が更新された時にお知らせが届くようになっています。また、いつもコメントいただき、本当に嬉しくすべて見ています。そのコメントからまた次の新しい動画を作っていこうと思っていますので、ぜひ残していただけたら嬉しく思います。
また、オンラインスタジオというのが配信されているので、もっと長い動画でセルフメンテナンスしたいなと感じている方は、動画の概要欄のところチェックしてみてください。今日もあなたの一日が笑顔で溢れていきますように、いつもありがとうございます。